ハインリヒヒロムバッハはドイツの哲学者。フライブルクに生まれ、当初は科学技術や自然科学に関心を抱き、土木や建設といった分野を専攻して大学を卒業した。後に軍に入ったが、怪我で従軍困難になり、1943年に地元のフライブルクで物理学、数学、科学などの勉強を始めた。副専攻として、 マルティン・ハイデッカーの哲学の講義を聴講したが、後には、ハイデッカーと、個人的に交際を持った。他の教員としては、マックス・ミューラー、オイゲン・フィンク、ビル・ヘルム・スチラジがいた。1949年、ロムバッハは、哲学の勉強を終え、学位論文、問いの起源と本章についてを提出した。1955年には10年越に、実態、体系、 構造の名のもとに改訂、拡充させた論文を提出して、教授資格を得た。1964年から1990年までは、ビルツブルグ大学第一哲学部で哲学の聖教授として講義を行った。ロムバッハによる構造存在論では、すべての存在は構造であると前提されている。彼は他に構造存在論、現在意識の現象学を書いている。 彼は、構造の深層現象学を発展させたが、これは、日本や韓国といった東アジアで授容され、現代の哲学的研究の文化的、思想史的な問題に生産的な影響を与えている。ロムバッハはまた、哲学的研究の3つの取り組み方を発展させ、構造存在論、表彰哲学、及び歴史現象学や、ヘルメスサトシ、 理解できないものに対する理解としての世界理論を主張した。1970年から1995年まで哲学年間の編集者を務めたビュールツブルグにて没。ありがとうございます。